ガマカツの中村です。本日淡路島にアジングをしに来ました。で今回、ご紹介するのが2021年春に発売される新しい宵姫ソーというモデルをご紹介したいなと思います。地面でやるか。これ見えるからいいですよね。グラムが40でヒットですね。ガシラでした。これは底を叩いているという証拠なので、もうちょっと浅くしてみたいと思います。でも貴重なファーストフィッシュガシラでした。かわいいですね。今回は新色のワームで作ります。オレンジ系のソリッドのワームです。あ、やっと答えを導き出しました。ちょっと小さそう。タウは 58FL。 やっぱり先ほど 1.8 使ってたんですけど、 2.6 に上げて大きめの、ちょうど常夜灯との多分明暗の境ぐらいについてるんちゃうかなと思うんですけど、エアジですね。カラーはライムグロー、これもレイジェ 2.6 インチ。フロート、使う竿は宵姫ソーの 78M。 いいですよこのロッドで。先のジグタンは 0.4g に 10.5g のフロートつけて、ちょっと遠投してみましょう。ちなみに使ってる P は 0.4。 いやー、もうほぼほぼまっすぐ帰ってきますもんね。流れてないなこれ。うん、ちょっとジグヘッドの重さ変えて、もう少しレンジ入れてみます。このフロートで、ジグタンで層を変えながらアクションを変えながらずっとやってますけど、なかなか魚の反応がないです。今はシェイクやっぱ主体でやってます。今日当たりがあったのがやっぱりこのアクションなんで、このアクションをベースに今組み立ててっているところです。まあ、基本アジはやっぱりアクションをかけてからのフォールで食うことが多いんで、こうちょんちょんと2回ぐらい竿先軽く揺れるぐらいシェイクしてあげて、その後ゆっくりこのフォール錆びてる最中に食うことが多いんで、その時が一番こう集中するタイミングになります。でこのシェイクした時に潮の重みを感じることができれば、やっぱ潮が重いところに魚って結構集まるので、そこを集中的にその棚を攻めることで効率よく魚を釣ることができます。回ってきたんじゃね。回ってきたんですかね。アザリが今ありましたね。今スプリットでフォール中に持ってきました。ジグタンに変えようか。そうですね、回ってきてるんやったらジグタンの方がいいですもんね。今何グラムのスプリット？これ 2.5 の 0.75 で、ジグタンに変えてみましょう。あ、来た来た、よっしゃ、回ってきてるやん。スプリットが当たった。おいっ、やった、よっしゃ、アジ釣れました。スプリットで24ぐらい超えてる、いい味で釣れました。やっぱスプリットとかちょっと重めのリグを使うときにはすごく扱いやすい
竿になってます。やった、いや、いい味回ってきてます。よかったです、ほっとしました。ういー、きた。パターンがちょっとつかめてきたかもしれないです。今もやっぱフォールですね。はい、で10から15ぐらいの間でやっぱくくってきたんで、それくらいに今多分群れが入ってきてます。イエイ、よかった。イエイ、いい味ですね。これもまた同じぐらいの味です。でせっかくちょっと今パターンつかんでるんで、同じやり方でやってみます。2.5g の 0.75 のラウンドケージを今後ろにつけて、ワームはこれひな祭り UV を使ってます。結構いろいろな色のラメが入ってるんで、魚がすごく反応しやすいワームです。で今釣れてるパターンはもうキャストして糸ふけを取って、カウントで10から15ぐらいですね、ゆっくりフリーフォール気味に落としていきます。で落としたら糸をしっかり張ってアクションを加えて、ちょっとテンションフォール気味に落とし、ちょっとフォールをかけてあげて待つというやり方です。あ、食いましたね。このサイズの味が今かかってます。じゃあ再び、結構こういうちょっと重めのスプリットなんかには本当に向いてる竿で、こういうスプリットとかあとキャロ以外だとメバルのクラッキングにもこの竿すごく向いてる竿になります。あとは昼間だったらちょっと軽めのメタルジグでアジなんかを狙う際にも非常に使い勝手がいい竿になります。今ちょっと逆にレンジを浅くしてフォールで食わすようなイメージです。食った。やっぱりだいぶ味が今回ってきてますね。お、今までのよりちょっと効きますね。回ってきましたね。今もう4匹目ですね。はい、今回もいい味が釣れてます。完全に上顎にフッキングが入っているので、でこのラウンド形状とコブラ形状の針についてはちょっと針先が内に向いてるんで、やっぱバラしづらいっていうのが一つの特徴です。アジはやっぱりアジのいる棚にいかにワームを落とすかというのが非常に大切な釣りなので、カウントは結構正確に入れてもらった方が再現性はあると思います。これは 2.6 だからやっぱりね、境目のとこまで持っていかへんとやっぱ当たりはないよね。今も3回目ぐらいのアクションで来たから、よいしょよいしょ、来ました。はい、見てる、見てください。ちっちゃ、超豆味。ちっちゃ、ちっちゃ、ちっちゃ。スプリットでこの魚を取れる感度っていうのが、まあ、この竿のいいところの一つですね。うん、南蛮漬けで美味しいサイズ。ちっちゃ。可愛いですね。